ちょいとお待ち。そーっと廊下を通り過ぎていく足音を聞きとがめ、お里は声をかけました。お行儀の悪いことをするんじゃないよ、おみね。障子の隙間から大きな目を覗かせていたおみねが、お里の声に答えるように障子を開け、頭を下げて挨拶をしました。遅くなって、申し訳ありません。 おっかさん。本当に、少し遅いようだね。お稽古が終わった後で、お師匠さんがお話をされていたんです。お里は、じっと娘の顔を見ました。本当です、おっかさん。疑うんなら、明日にでも、およしちゃんたちに尋ねてくださいな。確かでございますよ、おかみさん。 私たちは、控えのまでずっとお嬢さんをお待ちしておりましたから。何も疑っちゃいないよ。いいよ。さ、もう行きな。お峰は、深く頭を下げはしたが、その方は、はっきりと、親を拒んでいました。はあ、ついこの間までは、血のつながりこそないものの、いや、 血のつながりのない仲だからこそ、他人も羨む、仲の良い親子として暮らしてきたのに。あのことが、あのことがあるまでは。ことの起こりは、 半月前でございました。江戸でも指折りの呉服屋として賑わう白谷屋の店先に一人の男が訪ねて参りました。たまたま店先に出ておりましたお里が応じますと、髪の毛に白いものが混じったその男がこう告げたのです。私は美濃屋の番頭でございます。お忙しいところを申し訳ございませんが、 降りて、旦那様にお話がございまして。その名前には聞き覚えが。確か、人形町にある小間物屋のはず。大棚ではないけれど、確かな職人をしっかりと抱え込んで、品揃えもよく、通人に好まれる店と聞いた。やがて、お里の亭主、三五郎と座敷で向かい合った番頭は、こう切り出したのでございます。 長い前置きは抜きで話させていただきます。実は手前どもの主、美濃屋清兵衛の次男、佐吉が先日、こちらのお嬢様をお見かけして、ぜひ嫁に欲しいと言い出したのでございます。そうか、娘に惚れたか。だが、そいつはちょっと無理だぜ。若い頃は遊び人として鳴らし、 人境の徒とも付き合いがあったと噂される三五郎は、大棚の主人には似合わぬ、ざっくばらんな調子で続けました。なんせ、あいつは一人娘だからな。嫁にやることはできねえんだ。申し訳ございません。言葉が足りませんでした。当家の先吉は次男でございます。入り婿として、こちらの家に入らせていただきます。 これは何とも、理不尽なおっしゃり方。隣の部屋で話を聞いていたお里でございましたが、我慢ができなくなって。おいお里、盗み聞きはいけねえぜ。このような言い方はしたくはありませんが、私どものような大棚と、美の屋さんとでは、少々格が違うのではありませんでしょうか。母はは、おっしゃる通りでございます。 しかしながら、当家の旦那様は、店の格よりも、内容を吟味されて商うお方だと聞いております。その曇りのない目で、美野屋をご覧になれば、全くの格違いではない、ということがお分かりになると、手前どもは信じております。確かに、美野屋は良い商売をしている。近頃では、大名家と商いを始めているとか。その通りでございます。 だからといって、小も物や風情が。失礼ながら思う通りに言わせてもらいますよ。この私が丹精込めて育て上げた一人娘を嫁にくれだなんて。嫁にくれじゃなくて、先方はこっちに入り向こうに来ると言ってるんだ。それこそこの大棚を棚ぼたで手に入れるってことじゃありませんか。申し訳ございません。いやいや、万頭さん。 気にしないでくんな。俺もこいつも、ザックバランが心情でな。思ったことが口から出てしまうのさ。何よりも、一番肝心なことを忘れてるよ。なんだいおみねの気持ちですよ。あの子の気持ちが一番大事なんですから。あ,ああ、それならば大丈夫です。何ですもうお二人のお気持ちは、 一つになっておられますから。なんだと腹の座った旦那さんで通っている三五郎でしたが、目を白黒させてしまいました。普段のお里ならば笑ったのでしょうが、今は怒りで目の前が真っ赤になって、そんな余裕はございませんでした。まず、お二人が一緒になりたいと、私どもの主に申し出られたのです。よ、よ、 よくもそんな嘘まあまあ、本人に尋ねりゃいいことだ。すぐにお峰が呼ばれました。部屋に入るなり、お峰はふかふかと番頭に頭を下げたのでした。先ほどから、声が聞こえておりました。お世話をおかけいたします。ってことは、この番頭さんの言う通りってことか。その通りです。お里は、 目の前が真っ暗になりました。後添えとして、お峰が三歳の時にこの家に入ってから十四年、手塩にかけて育て上げ、頭も良く、美しく育った娘が、自分の知らぬ間に他人のものになることを決めていたのです。許せない。そこから、お里の記憶は途切れたのでございます。 気がつくとお里は部屋に寝かされておりました大丈夫か私はどうしたんです覚えてないのかはいおいおいひどく暴れて美濃屋の番頭に飛びかかってそれは大変だったんだぞお里実を言えば俺はこの縁談はなかなか良いと思ってるんだえ なんだってお前さん。お里はまた、目の前が暗くなったのでございます。俺だって、この世界で大棚を張る男だ。いろんなところから、いろんな話が飛び込んでくる。良い話も、悪い話もな。もちろん、美濃屋の商売も、その儲かり具合をもうわかっている。お里、お前は知らねえだろうが、 次男の佐吉ってのはなかなかの男なんだぜ。確か今年で二十二になるはずだ。お峰の相手には若すぎますよ。佐吉はな、昔ちょっとぐれて道を外しかけたことがあるんだ。その頃の話も俺は馴染みの親分から聞いている。若いに似合わず腹の据わったいい男だぜ、あいつは。 頭も切れる。俺も場所は言えねえが、あいつを見かけたことがあるんだ。スラーっと背の高い二枚目だったよ。あんたは、ヤクザも者に娘をやろうって言うんですかいやいや、それは昔の話。今じゃ仇だ。だいたい俺と一緒に商売をやっていくんなら、それぐらいのとこでないと釣り合わないだろう。だからって、 何だって小間物屋風情にお峰を取られなきゃいけないんですお前が小間物屋を嫌うのは仕方ないがそれをお峰に押しつけるのはよくねえな貧しい浪人の家に生まれたお里は七つの年に神田十だ棚の小間物屋に住み込み暴行に出されました 仕事は大変辛いものでしたが、決まった時間に食事ができるのが嬉しくて、お里は懸命に働いたのでございます。15になった時、やぶ入りで店の者が見ない家に帰り、おかみさんも杜氏に出かけ、お里だけが旦那様のお世話をするために残ったことがございました。その時、お里は旦那様に乱暴されたのです。 もちろん、誰にも言うことはできません。その後、何度かそういったことが繰り返され、当たり前のように、お里は身ごもったのでございます。うすうす感づいていたのか、それとも、店の誰かが告げ口をしたのか、おかみさんから問い詰められたお里は、すべてを正直に白状いたしました。それから、 お里は小さな家に閉じ込められ、子供を産まされたのでございます。南山の挙句、子供は死産。お里は子供の産めない体になって、店を追い出されたのです。その後、世の中の底辺を流れ続けたお里を拾い上げてくれたのが三五郎でございます。腹の太いこの男は、身の上も、 体のこともすべてを知りながらお里を嫁に迎えたのですお前が反対するなら俺はこの話は進めねえよだが一度佐吉に会ってみるといいお前のように 世の中を広く見た女なら、男の良し悪しはわかるはず。きっとおみねも、そんな日を待っているだろうよ。そんな日は、一生来ませんよ。それから半月後、お里とおみねが抗論をした三日後に、そんな日が向こうから歩いてやってきたのです。口を聞こうとしないおみねと顔を合わせるのが辛く、その日もお里は店に出ておりました。 ちょうどその日、三五郎は所用で出かけておりました。方向にに混じって反物を並べていると、急に手元が暗くなりました。顔を上げると男が立っておりました。すっきりと背の高い目元の涼しい二枚目でございます。お初にお目にかかります。手前は、美濃屋の佐吉と申します。 あ、はあ、思っていた通りです。お綺麗な方だ。そう言われ、気がつくと、お里は奥の部屋で佐吉と向かい合って座っていたのでございます。そして不思議と嫌な感じは受けませんでした。女将さんは、小間物屋がお嫌いだそうですね。実は手前もそうです。 だからこそお聞きでしょうが、一時は悪い道にも足を踏み入れまして。主人と同じ道を来たから、私が許すと思うなら。い,いえ、そうではございません。突然、佐吉の口調が変わったのでございます。今から、昔話を聞いていただきます。話の後で、手前の顔など二度と見たくないとおっしゃるなら。そういたします。一体、 何のおつもりで昔々、あるところに子供がおりました。周りは自分を大事にしてくれますが、どうもその子は、そこが自分の居場所ではない、座りの悪さを感じておりました。 やがて噂話から、自分が実は兄よりも歳が上で、訳があって引き取られた子供であることを知らされます。つまりは、自分は親に捨てられた子供だったのです。甘ったれのその子は、悪い仲間と付き合い始めました。おそらくは寂しかったんでしょう。でもその時は、何が何だかわからなかった。 ただ苦しかった。それから逃げるために、いつ死んでもいいような、生き方、暮らしを続けようとしたのです。ある時そいつは、若い頃に肩で風を切っていた、大棚の旦那という人に出会います。金を本当の力だと勘違いしているじいさんをからかってやろうと、軽い気持ちでちょっかいを出して、反対にあっさりと伸ばされてしまいました。 それからそいつは、その旦那を毎日のようにつけまわし、いろいろと調べ始めました。そして、綺麗な女将のことを知りました。その人は後添えで、旦那と一緒になるまでは、いろいろご苦労をされたという話でした。あんた何をやがて、そのダメな若造は、 悪い仲間と縁を切り、兄に頭を下げて、飽きないの勉強を始めました。あまりにも悪いことをし続けていたために、はじめは誰も信じてくれませんでした。当たり前です。でもそいつは、そんなことなど何とも思いませんでした。そいつにはやることができたからです。飽きないの勉強をして、一人前の飽きんどになること。 一人前になって、ある人を助けるのです。その人は、子供の頃から奉公に出され、年頃になった時、旦那に乱暴され子供を産みました。そして傷ついたまま世間に投げ出され、いろいろな場所で苦労をしながらも、決して曲がらず、やがて立派な旦那に見出されて、大棚の女将になった人です。 バカな若造は悪い道にいただけに、その人が過ごしてきた場所を一つずつ回ることができました。そして、その人が苦しい中で仲間を助け、立派に生きてきたことを知ったのです。またその人が、面倒を避けるために、赤ん坊は死んだと聞かされていたことも知りました。 実際、赤ん坊は元気に生まれ、父親の登園である同業者に押し付けられていたのですが、まさかあんた、三年が経ち、なんとか商売を覚えた若造は、その人の店で働かせてもらおうと、久しぶりに店までやってきて、綺麗な娘にぶつかりました。そいつはいけないと思いながら、 二親のいいところを合わせ持つ、素晴らしい娘のことを好きになってしまいました。でも、この馬鹿が本当にしたいのは、曲がった少年を叩き直してくれた旦那さんと、その生き方で、俺を真人間に戻してくれた、女将さんに恩を返すことなんですよ。産んでもらった恩を何とか返したいんだ。 もしあんたがお嬢さんと一緒になるなというのならそれでいい俺を俺をここで働かせてくれお願いだあんたうつむいて涙をこぼす佐吉に走り寄りお里は息子をしっかりと抱きしめたのでございます温かい背中でした やがてお里の背中に柔らかく温かいものがかぶさりましたお峰でございますおっかさんお峰の熱い涙がお里の頬を濡らしました大きな手が肩に回され間近で三五郎の声が聞こえました佐吉が白タイヤに来てくれたら 本当の家族が出来上がるなお里涙で声が出ずただお里は黙ってうなずき続けるだけでございましたお里武田美穂です佐吉佐川奈穂です三五郎役は厚田智樹です番頭高村礼ですお峰 福井翔子ですおみつ語り高崎あゆみでした